ればいいんだろう。復帰しました。神奈川です。すっごいお久しぶりですよね、皆さん。ド緊張してます。ありがとう。はい。 これあっさりでいいのかな、もうちょっといっか。まずはですね、前回のメンバーからの宿題をしたいと思います。じゃん。さやちゃんへ、おみくじで何吉出ます、何吉でしたか。なおより、富里なおより。だいたい末吉でした。 いいのか悪いのか分かりませんけども、だいたい末吉でした。今日は出なかったです。中吉も出なかった。あとは出ました。何箇所も行っちゃったので、その度に引いていました。ね、そう、何回も引いていいのか分かりませんけども、両手ぐらい 引いちゃいました。そうなんです。だいたい末吉です。行き過ぎよな、ごめんなさい。 ということで、続いては乃木曜日選手権をやっていきます。今週の競技は2024を目指そうです。まずは乃木曜日選手権をやります。また同じこと言っちゃう。2024年になったということで、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。2024、つまり20秒24ぴったりを目指してストップウォッチを止めます。週の中で2024に一番近かった人にご褒美として素敵なプレゼントが贈られるそうです。20秒24、20秒24。こっちも見ちゃダメだ。いきます。せーの、1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20。あ、逆？21秒24、嘘、21秒41でした。21秒41か。緊張で頭回んなくて全然わかんない。これ全部ひらがななのかな。ローマ字とかで書いてみようかな、名前。21秒41。ローマ字書けるのって結構バカにされてますよね、それ。21秒41でした。そんなにローマ字書けないってことありますね。惜しかったのかな。でもアヤンメンが1位ですね。おめでとうございます。ローマ字笑ってんな。なんだ、迷ったんじゃね。本当か。
まゆたんじゃないですよね、あやちゃんですよね。2024か。あ、じゃあ私近いんだ、うん、ほら緊張で頭回ってなくて今ごめんなさいね。これはまゆたんが近いんですね。じゃすいません、まゆたんが近いみたいです。何考えてたんだろう自分。合ってる。まゆたんが1位です、おめでとう。まゆたんやばい、今日全然頭回んない。まあこういう日もあるでしょう。リラックスして。あー、コメントがいっぱいだ。わあ、フリートークが来ました。なんかドキドキするんですよねフリートーク、私が話すの下手だからドキドキする。今の心臓の音聞いてほしいぐらい結構マジで適当でいいんだよって。面白い。確かにね、確かにねっておかしいか。好きなことをね話せばいいですよね。あー優しい、みんな優しいな。なんか逆にありますか、お話題、話題。わかる、この一つ一つの動きがすっごい震えてんの、緊張しすぎて怖いよね。年越しジャンプしました。そう、紅白も見てましたし、カウントダウンも見て、乃木坂の活躍をめちゃめちゃ見てました。気楽に行こうぜ、ありがとう。肩で寒くない中だから大丈夫かな。ああ、じゃあ冬な、そう雪なんですよね。そう雪が、私スッキリしたくて、妹とお父さんとスキー行きたいって言ってたんですけど、なかなか雪積もんなくて、降らなくて、泣くねってなって行かなかったんですけど、私がこっちに来たタイミングでめっちゃ降ってさ、行ってないんですよねまだスキースノボー。お年玉もらってません、私あげる方なんです。もうなんと今年23ということで、そろそろアラサーになります。かっこいいよねアラサーって。初夢ね、そう思ったんですよ私、初夢なんだって思って、それ考えたのが5日後だったから全く覚えてないんですよね。何だったんだろう。アラサーじゃない、アラサーって25からじゃないの。お餅はシルに入ってる餅を食べました。お雑煮？お雑煮？
です。青雑煮、青雑煮だ、青雑煮ですね。あ、お汁粉もね、美味しいよね。食べてないけど紅茶にハマってんですよ。本当に美味しい。落ち着いた雰囲気になったね。うーん、そうだね。なんかなんだろうな、お休みに入ってから、うん、自分を客観視することが多くなっちゃったから、落ち着いちゃったのかな、わかんないな。ゆっくりできた。うーん、ゆっくりしました。めっちゃやっぱね、ゆっくりして幸せでした。でも客観視っていう言葉って何でしょうね。なんか他から自分を見てるって感じ。なんて言うんだろう、夢とかでよくあるじゃないですか。っていうか私の記憶ほとんどなんですけど、私からの視点じゃなくて他の人からの視点を覚えてることが多いんですよね。誰から見てんだろうってずっと思う。幽体離脱、何それ、幽体離脱してるんですか私。違いますよねびっくりした。怖っ、だって寝てる時じゃないですよ。怖い怖い怖い、やめてやめて、怖いこと言わないで。急にホラーになるじゃんね、本当に幽体離脱。でも怖いことではないですからね多分実際見えてる。うん、縛り、やんちゃん後ろ後ろ、綺麗ですよね後ろ、おしゃれなんですよ。今日の服のテーマ、なんか黒髪でメイクがよくピンクメイクをするようになってから、なんかストリート系じゃないなって思い始めて、最近は可愛い系のお洋服にしてみようかなって考え中です。そう、ピンクメイクってどうなの？うん、もうねほとんど変えたな、メイク道具。アイシャドウももう薄ピンクというかベージュ入りのピンクに変えたし、チークも結構ピンクのチークにした。リップなんか赤く見えるよね、でもピンクなんです。赤ピンクみたいな感じかな。え、私こんなフリートークしてていいの？まだ大丈夫か。いいよ、何が言うの、泣きながら見てます。え、久しぶりだからかな、嬉しいな。私みんなのことがすごい大好きなんですよね、本当に。だからお休み期間も何回もトーク画面開いて送ろうって思ったけど、いやちょっと待てよって思って何回もそれを繰り返してたな。そう、なんかレターとかで皆さんの言葉を聞いて、休んでたけど活動してた感じだった気持ちは。レター読んでましたよ。
それ心休まった。休まりましたよ。だってなんていうのかな、私は結構ファンの方との交流をめっちゃしたいからそう、逆にそのファンの方とお話しするだったり会うってなると、お仕事っていうよりもなんだろう、テーマパークに行く感じっていうかなんか普通になんていうのかな、難しいな。私もう本当に一生皆さんと関わっていたい、年が止まるまでずっと違うよ、もうアトラクションとかじゃなくてテーマパークに行くときめっちゃウキウキするじゃないですか。楽しいっていう気持ちが強いからさ、そんな感じです皆さん。だからそれぐらい大好きだよっていうことを伝えたいです本当に。でもさ、ジェットコースターも好きだし、お化け屋敷も怖いけど好きですよ。楽しいからね、それ終わった後は。ね、メリーゴーランドも好き、遊園地とか全部乗り物好きだな、全部乗っちゃうもんな。なんかずっと持ってたなこれ、そういえば、あ、なんか押しちゃったな間違えたこれ以上髪切らないで私が決めちゃいますもう左右されないんだからなんでも似合う、嬉しいね。切らないで、その石大好き。ちょっと変わりましたね石はできるだけ自分を大切にして人生を過ごします。うん、ね、ボブも見たい。でもボブ多分似合わないんですよね、多分だけど、遠回しにあの美容室行った時に結構切りたいって言ったんですよね。でもこっちの方が似合うよって言われてこれぐらいしか切らなかったけど多分似合わないから、ちょっとそこはウィッグでなんとかします。そんなことない、なんだろう、あ、ボブ似合わないか、多分いけるん？何でも似合いそうだけど、何でもやってみたいの今本当に、自分自身を変えるためには。そう、ありがとう。自分自身をね、大切にするよ。そうなんですよね。変えたい変えたい。でもやっぱり休む前までは結構髪型もね、これじゃなきゃダメだ、これじゃなきゃ認知されてないって思っちゃってあんまり変えてなかったけど、今は好きにしたいなって思います。難しいですよねやっぱりそういうのって、イメージもあるからさ。そう、舞台も楽しかった、めっちゃ楽しかった、本当に楽しかった。うん、一生あの時間が続けばいいのになって思ってました。最終日泣いちゃったしう
ラジオ、ああそう、イマリアでもね今日ちょうど今やってるんですけども、もう毎回毎回聞いてて、のもちえさんの私への言葉がすごい刺さっててさ、やっぱイマリアルに早く帰りたいっていう気持ちがすごくて乗り込もうかと思ったぐらいです、本当に早く皆さんに声をお届けしたいですね。突撃しましょう。今日ほど嬉しいことない。ありがとう。嬉しいよ、さやも。寝る前までは緊張していましたけども、やっぱりお話ができて嬉しいです。イヤリングね、買ったんです。これ系が欲しかったの。今年の抱負なんだろうな、いやーなんだろうな難しい、いっぱいある。まあうーん、あー難しいな。いろんなことがあるし、いっぱい言ったらいっぱい言ったでありすぎって言われそうだし。無理をしないね。無理がわからないからね。どこでダメなのかが。そのままでいいなよ。ありがとう。でもまあゆっくりとのびのびと自分を忘れず自分に正直に頑張ります。お願いします。なんか絶対ゆっくり喋りすぎて面白くないですよね、今の私の話。大丈夫？優しいけど、マネージャーさんは。すっごい申し訳ないな、なんか。これでいいのかな。ありがとうございます。嬉しい、最高に可愛いって書いてくれた、嬉しい。ちょっと一旦お水飲もう。アップね。スタッフじゃん、スタッフさん分かってんじゃんってコメントが嬉しい、熱い、優しいです、本当に人に恵まれますね。うん、泣きません、私はもう本当に泣きたい時にしか泣かないって決めました。できるだけは我慢する。あ、私多分揺れすぎてるよね、結構。これぐらい？
俺もう泣かない。うん？じゃあ私も泣かない。できるかな？できないよ。そろそろ。はい。ということで、そろそろ宿題を出していきたいと思います。次回のメンバーさんはまだ決まっておりませんので、月曜日担当の方に何の宿題をお出ししましょうか。何にしよう。私のこと思いっきり抱きしめてって、かわいいねそれ。最近どうですか。最近どうですか、結構いいね。アバウトで。私の好きな場所、好きなところとか聞いて、他のこのファンの方は喜ぶのかって考えると、あ、スキーやスノボ派。うわ、聞いてみたいな。早く出さないとだよね、でも結構。あ、でもいけるか、まだ。あとちょっと。考えすぎ、そうだよね、わかる。自分がね。自信を持って。って感じ。どうしよう、どうしよう。お年玉をあげる派、もらう派。どうしよう。いや、そうなんだよね。どうしよう、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 どうしよう。本当に嫌だ。YouTube 負担すぎて。私の宿題を決めてください。面白い。初笑いは何でしたか。それいいじゃん。初笑いは何でしたか。何でしたか。ニコちゃんマークとかつけちゃったりしちゃってね。ニコニコ。できた。次回のメンバーさんへ、初笑いは何でしたか。これへへへね、笑ってるやつ。かわいいじゃん。お願いします。ということで、あと4秒。皆さん、今日は久しぶりの配信ありがとうございます。2ヶ月間休んでしまった分、皆さんに追いつけるよう私も精一杯頑張りますし、これからの活動をぜひ応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。30秒。バイバイ。バイバイ。行きます。バイバイ。